曲を。これまでに先生が作った曲とはまるで違います。本当、でも素晴らしい。雷光きらめき闇さらに深まりて魔界の宴の時来たり、今宵の煮えと選ばれし聖なる鍵をば手にせし騎士は悪魔の餌食となり果てぬ。御堂先生、その詩は。今流れているこの曲、我が遺作となるであろう悪魔組曲のイメージを託した詩だ。悪魔組曲。そうだ、音楽に生涯を捧げたこの御堂秀一郎最後の作品、それがこの悪魔組曲だ。悪魔組曲。原作金成洋三郎、漫画佐藤文也、講談社週刊少年マガジンコミックス金田一少年の事件簿より。マガジン CD ブック金田一少年の事件簿、悪魔組曲殺人事件。もういつまで寝てるのよ、はじめちゃん。みゆき、もう着いたのか。まだだけど。ならもうちょい寝かしといてくれよ。もう退屈なのにな。俺の名前は金田一はじめ、かの名探偵金田一光介をじっちゃんに持つ由緒正しい高校2年生だ。ちなみに目の前にいるこいつは幼なじみの七瀬みゆき。優等生で男子の間じゃ人気も高いらしいけど、俺に言わせりゃただのおせっかい女ってとこかな。俺たちはいつも世話になってる、もとにいつもいろいろと世話をしてる警視庁殺人課の剣持警部の計らいで一泊二日の温泉旅行へと招待されたのだった。けれどそれがあの恐ろしい事件に遭遇するきっかけになるなんて、俺もみゆきもまだ知る由もなかった。なんだかお天気崩れそうだよね。天気予報は晴れるって言ってたのにね。そうだな。もうはじめちゃんっては人の話をちゃんと聞いて。止まっちまったな。見て、車掌さんが来たわ。お静かに。あ、皆さんお静かに。申し訳ありませんが、ポイント故障が発生しました。しばらくお待ちください。困ります、車掌さん。すぐに出発してください。そう言われましても。私は急いでいるんです。早く出発するのです。なんだよ、あの外人。無茶言いやがって。ねえ、ちょっと待って。私、あの人どこかで見たことあるわ。え？出発できないのならここで降ります。マイケル、無理を言わないで。けれどもアリサ、こんな山の中で降りても無駄よ。こうなったら運を天に任せるしかないわ。ひょー、綺麗な人だな。なんか大人の女って感じで。はじめちゃんったら。車掌さん、大変失礼いたしました。お詫び申し上げますわ。いや、そんな。では、私はこれで。思い出した！バカ！声がでかいよ。だってあのカップル誰だか分かったんだもん。今の女の人は、
クレ・アリサっていう天才バイオリン奏者で、外人の方はマイケル・ヘンリーっていう作曲家よ。あの二人コンビを組んで映画の BGM とかやってるの。テレビのワイドショーで言ってたわ。またテレビか。ミーハーだなお前は。ほっといてよ。でもどうしてあんな有名人がこんなローカル線に乗ってるのかしら。あれじゃないの、ほら不倫とかそういうのでレポーターから逃げてきて。あ、雨とうとう降ってきちゃった。列車が出発したのはそれから1時間後だった。結局俺たちが駅に着いた頃には辺りは真っ暗になっていた。タクシー。今のさっきの二人だったな。私たちと同じ温泉宿だったりして。まさか。それにしてもすごい雨だな。あ、遅かったな二人とも。警部さん、迎えに来てくれたんですね。宿まで山一つ越えにはならんからな。さあ早く乗った乗った。乗った乗ったはいいけど、汚ねえ車だな。バンパーなんか取れかかってるし。よくここまで走ってこれたよな。金田一、お前は歩いてこい。ああ、嘘嘘。いやー、よく見るといい車じゃん。さすがおっさんの愛車だぜ。レンタカーだ。あ、すごい天気になっちゃったわね。もうさ、まだ着かないのかよ。かれこれ小1時間近く経つぜ。この天気だ、安全運転で行かんとな。近道とかはないんですか。何、田舎だからな。まともな道はこれだけなんだ。ああ、まいったな。いつになったら温泉でのんびり。なって、おっさん、安全運転はどうしたんだよ。あれを見ろ。道が塞がってるじゃない。崖崩れか。まいったな。他に道はないし、宿で待ってる女房に連絡入れないと。といってもこんな山の中に公衆電話なんかないだろうしな。とんだ温泉旅行になっちゃったわね。そうだ、この近くにたった一軒別荘があるんだった。そこなら電話もあらずだ。こうして俺たちはこの近くにあるという別荘へと向かった。ここがさっき言ってた別荘か。なんだか不気味な感じ。でも明かりが見えるから人はいるみたいだ。とりあえず行ってみるか。ごめんください、ごめんください。誰もいないのかしら。返事はないけど、お邪魔します。おっさん。お、誰か。あっちだ。何、停電か。きっと雷のせいだ。そんなことより早く。そこには鮮血に染まった男の死体が横たわっていた。雷光が瞬くたびに男の周囲には不気味な悪魔の顔が浮かび上がる。それは壁のステンドグラスのシルエットなのだが、
まるで本当に悪魔が男を食い殺したかのように見えた。もう大丈夫です。 あなた警察です。一体何があったんです？わかりません。物音が聞こえたような気がして、この書斎に入ってみたら、マイケルが倒れていて。マイケルって一緒の電車に乗っていた作曲家さん？おっさん、ライターを。間違いない、マイケル・ヘンリーだ。外人か。ねえ、手に何か握ってるみたいよ。え？おっさん、鍵か。マイケルさんのかしら。ああ、雷光きらめき、闇さらに深まりて、魔界の宴の時来たり。今宵の煮えと選ばれし、聖なる鍵をば手にせし騎士は、悪魔の餌食となり果てぬ。どう、ユリエさん、この詩そのものじゃない？ユカさん、あなた。ちょっと待ってくれ。今の詩は何なんだ？確かに雷、闇、鍵、悪魔の餌食、この死体の状況にぴったりだけど。今ユカさんが語ったのは悪魔組曲第一の詩なんです。悪魔組曲？そうよ、これは呪いよ、おじい様の。呪いって君は一体？あなたは七瀬さん、あなたがどうしてここに？みゆき、知り合いなのか？ええ、彼女は御堂ゆかさん、中学の時のクラスメートよ。演劇部の公演でピアノの伴奏をしてもらったことがあるの。彼女のおじい様は世界的な作曲家の御堂周一郎。御堂周一郎か、俺も名前だけなら知ってる。でしょ。それじゃあこの別荘って？亡くなったおじい様の別荘です。なるほど、そうでしたか。で、この別荘にはユカさん、あなたと、カゼクラです。カゼクラ・ユリエと申します。あなたたち二人だけですかな？いいえ、他の人たちはゲストルームで休んでいるはずですわ。とりあえず皆さんから事情を聞かねばならん。すまないが、ユリエさん、全員を集めてください。皆さんに集まってもらったのは他でもありません。先ほど発生した変死事件につきまして、皆さんから事情を聞いておきたいのであります。詳しい事情聴取はすでに県警がこちらに向かっておりますので、所轄の担当に任せますが、まあその予行演習と思って楽な気持ちで付き合ってやってください。ではまずそちらの方からお名前を。夏岡武彦と申します。御堂先生の下で指揮を学び、今は東京フィルコンセルトで指揮者をしております。かっこいい、なんかエリートって感じよね。そう？私は風倉ゆりえ、オペラ歌手ですわ。御堂先生は私の有り余る才能を伸ばすきっかけを与えてくれましたの。私、あの人は苦手かも。わかる気がする。私はクレ・アリサと言います。先生のご指導の下でバイオリンを学びました。やっぱ綺麗な人だよな。はじめちゃん。私は椿陽蔵、王旦那様にお仕えして40年、今も御堂家の執事を務めております。ああ、なるほど。では最後にそちらのお嬢さん。お嬢様、お願いします。私は御堂ゆか、御堂周一郎の孫です。では皆さん、
まずは皆さんがこの別荘に集まったいきさつからお聞かせ願いますか。はい。我々4人は亡き御堂先生の言葉に従い、先生が亡くなられてからちょうど一月目にあたる今日、ここにやってきたのです。御堂先生は世界的な作曲家である一方で、若手の音楽家の育成にも力を惜しみませんでした。私たちと死んだマイケル・ヘンリーは御堂先生に才能を見出され、音楽家として育てられたのです。そうでしたか。で、その御堂先生が亡くなる前に皆さんを集めたわけですか。ええ、確かあの夜も嵐だったわ。そう、先生がまな弟子である私たちに遺作となった悪魔組曲を初めて聴かせてくれたあの夜も、今夜と同じ嵐だった。悪魔組曲。そして彼らは今夜の悲劇のいきさつとなった出来事を俺たちに語ってくれた。この世を去る3ヶ月前、御堂周一郎は4人のまな弟子に最後の作品悪魔組曲を初めて聴かせた。そして先生の作曲された曲に関する全ての権利を僕たちに譲るとおっしゃるのですか。それは莫大な金額になりますね。本当ですの、先生。そうだ、私の生み出した音楽に関する全ての権利をここにいる4人のいずれかに譲り渡すことにした。4人のいずれかということは、権利を受けるのはこの中の一人ということですね。そんな一体誰に譲ろうというのです、先生。それは運命を司る神がお決めになることだ。知っての通り、私は作曲を行う前に曲のイメージを託した詩を作る。この悪魔組曲も同様だ。悪魔組曲は三つの曲からなる。よって先ほど語った第一の詩の他に第二、第三の詩が存在する。おや、テープが終わりましたが、おかしいな。え？曲が完結していないような気がするのだが。その通りだ。悪魔組曲3番目の曲はまだ取っておらん。なぜならその楽譜をまだ発表してはおらぬからな。どういうことです。その3番目の曲の楽譜こそがお前たちの運命を司る神となるのだ。私は悪魔組曲3番目の曲の楽譜を別荘のいずこかに隠した。それを見つけた者こそ我が遺産のすべてを引き継ぐ権利を有する。その後、大旦那様はお亡くなりになられる前に私に申されました。自分の死後から数えて1ヶ月が過ぎたら皆さんをこの別荘に集め、悪魔組曲のイメージを託した3つの詩が書かれたメモを渡せと。悪魔組曲の3つの詩にこの別荘のどこかにある3番目の楽譜を探し出すヒントが隠されているんですね。その通りです。それで皆さんはこの別荘に集まったのか。それなら、ユカさん、あなたはどうしてここに？それは僕がお連れしたんです。夏岡、ユカさんにだって先生の財産を受け継ぐ権利が当然あるはずです。だから私の独断でお連れしました。それに僕は彼女のことを。やめてください。すみません、
皆さんがこの別荘にお集まりになった理由は分かりました。次に今日一日の出来事を手短にお話しください。はい。そもそもこの別荘は王旦那様が曲をお作りになられる時にこもられる、いわば秘密の場所とでも申しましょうか。これまで私を含めて誰一人を訪れたことのない別荘でございます。私も初めての土地でしたので、昼頃に到着の予定がついたのは午後2時でした。僕とゆかさんが到着したのは午後4時頃でした。私は遅刻ギリギリ10分前だったから4時50分だったわね。遅刻？はい。亡き大旦那様は午後5時ちょうどをもって集まった皆様に悪魔組曲の3つの詩のメモを渡すようにと申されました。時間に遅れた者はその時点で権利はない、それが大旦那様のお言葉でしたので。5時って言ったら事故で電車が止まっていた時間だわ。だとするとアリサさんとマイケルさんは約束の時間に遅れた。どうしてそれを。私たちあなたと同じ電車だったんです。そうでしたか。アリサさん、あなたとマイケルさんは楽譜を探すヒントになる悪魔組曲の第二第三の詩を知らないんですね。はい。私とマイケルがこの別荘に着いたのは約束の時間をとうに過ぎていました。椿さんも他のみんなも先生の遺言だと言って私たちに詩の書かれたメモを渡してはくれませんでした。それに怒ったマイケルは手がかりなしで楽譜を見つけると言って、あんなことに。では午後5時から後の皆さんは。夕食が午後6時から30分ほどございまして、それから先は皆様で自由に行動されたと記憶しております。で、死体が発見されたのが午後7時か。それまでは全員バラバラに動いていたわけですな。はい、はい、バラバラに決まってるわ。だってみんなおじい様の遺産を探すライバル同士ですもの。ゆかさん、誰にだってマイケルを殺すことができたということよ。あ、いや、彼の死因は階段から落ちた頭部挫傷によるものです。殺人と断定するにはまだ。殺されたのよ。そうに決まってるじゃない。だってマイケルは悪魔組曲第一の詩そのままに死んでいたのよ。きっと誰かがわざとそうしたに決まってるわ。まさか。でも犯人はどうして詩の内容に合わせてマイケルを殺したのです。それはわからないけれど、もしマイケルが殺されたとして犯人が第一の詩に見立てて彼を殺したのなら、必ず犯人には見立てを行うだけの理由があります。それが分かれば。椿さん、悪魔組曲第二第三の詩を教えてください。それは犯人を特定する重要な手がかりになるんです。お願いします。大旦那様の命令は絶対でございます。申すわけには参りません。そうです、先生の遺言は守らなくては。私も教えるつもりはありませんわ。みんな私に詩の内容を教えたくないのですね。お気持ちはわかります。私がここで詩の内容を知ったなら先生の遺産を受け継ぐライバルが増えますものね。そういうつもりは。私だってゆかさん、少しだけ尻尾を出したよね、皆さん。夏岡さん、あなたは優しい紳士を気取っているけれど、本当のあなたは計算高い野心家。私に好意を寄せているように見せるのも御堂周一郎の名声が欲しいから。ゆかさん、なんてこと。あなただけじゃないわ、風倉さん、あなたもそうよ。え？あなたは自分の才能を過信しすぎているわ。おじい様にまるで恩義を感じていないばかりか、御堂周一郎の弟子であることすら疎ましく思っている。
それにたくさんの借金があって返済に苦しんでるとも聞いているわ。それは。でもあなたはまだマシかもしれないわ。だってこの中で一番おじい様を利用したのはクレアリサさん、あなたですものね。どういうことです？私が知らないと思ってるの？何がおっしゃりたいの？あなたおじい様の愛人だったんでしょ？みんなおじい様の遺産を狙うハイエナだわ。金田一君、私がおじい様が残した詩を教えてあげるわ。おやめください、お嬢様。そんなことをされては大旦那様のご意志が。天国のおじい様も分かってくれるはずです。それに私のすることですもの、おじい様はきっと許してくれるわ。アリサさん、誤解しないで。私は金田一君のために詩を教えるのよ。ええ。いい？金田一君。一度しか言わないから。わかった。まず、第二の詩を。凛々しく、雄しく、兜かぶりて、悪魔うたんと騎士は行く。されど悪魔は呪われし、地獄の歌を口ずさむ。駒は止まりて、兜落ち、騎士は苦しむ呪いの歌に。悪魔の嘲笑、野に響き、騎士の正義は消え果てる。そして、第三の詩。されど最後の力にて、騎士は挑まん地獄の歌に。弓をば取りて、弦を張り、放つ一矢が悪魔を射抜く。絶叫を残して悪魔は消える。呪いの歌の呪縛は解けて、騎士は心に光を売る。聖なる鍵は、斧が胸にぞありき。はい、御堂でございます。かしこまりました。剣持警部、県警からお電話でございます。ああ、どうも。もしもし。え、何？崖崩れ？それで？うん。こちらに向かっていた県警からの連絡で、別荘への道までも崖崩れによって断たれたことが分かった。復旧は明日の朝だという。送電線の事故による停電と崖崩れによって、この呪われた別荘は闇の中で完全に孤立してしまったのだった。地位と名声、借金苦、愛、三人の弟子たちって御堂周一郎の遺産を狙う動機があるわよね。弟子たちだけじゃない、御堂ゆかにだって立派な動機があるぜ。え？明らかに彼女はあの弟子たちを憎んでいる。御堂周一郎の遺産を奪い取っていくと思っているんだ。ゆかさんって幼い頃に両親を亡くしているから、自分を育ててくれたおじい様への思いは人一倍深いのよ。その点なら御堂周一郎に40年仕えた椿老人だって負けちゃいないけどね。誰もが犯人であり得るということ？まあね。ただただ何？マイケル・ヘンリーの死には謎があまりにも多い。そもそも殺人なのか事故死なのかもわからないんだ。それにあの光景は悪魔組曲の第一の詩の内容と符合していたけど。だけど？符合している言葉の中で雷光と闇は突発的な要素って気もするんだ。雷は天気だし。そういえば停電になったのも送電線への落雷が原因だって言ってたわね。なあみゆき、鍵って英語でなんつったっけ？は？はじめちゃん。え？本当にはじめちゃんって高校生？やだなみゆき、もちろん知ってるさ。ほらその K-E-Y で
キーでしょ。ああ、そうだった。俺ってば、ど忘れしちゃって。どうだか、はじめちゃんたら IQ180 じゃなくて18の間違いなんじゃないの。キー、 KEY でキーか。取り立ててメッセージがあるようには思えないな。悪魔の餌食の見立てもあるし、やっぱりマイケルは第一の死に見立てて殺されたのか。大変だぞ、金田一。どうしたんだ。風くらいユリエが殺された。なんだって。風くらいユリエは首を絞められて殺されていた。その死体の顔には中世の騎士が被る兜がかぶされていた。そしてその周囲にはヨーロッパの民芸品とおぼしき駒が散乱していた。凛々しく大しく兜かぶりて悪魔撃たんと騎士は行く。されど悪魔は呪われし地獄の歌を口ずさむ。駒は止まりて兜落ち、騎士は苦しむ呪いの歌に悪魔の嘲笑のみ響き、騎士の正義は消え果て。死体にかぶせられた騎士の兜、カセットからは悪魔組曲の第2番、そして散乱した駒、これらのアイテムが死と符合していた。明らかに第二の死を意識して形作られた殺人現場だった。なんてむごいこと。今度は完全な殺人か。おっさん、これでマイケルさんも事故死である可能性はほぼなくなったね。そうだな。犯人のやつ、わざわざこの部屋に彼女を誘い出したんだ。ご丁寧に停電だからって電池で動くカセットデッキまで使ってやがる。それにしてもなんだか薄気味悪い部屋だわ。鎧とか弓矢とか古いものがたくさんあって、まるで博物館みたいだわ。椿さん、この部屋はどういう。亡き大旦那様の趣味のお部屋かと。大旦那様はヨーロッパの骨董品を収集するご趣味がございまして、棚に飾ってありますのが全てそのコレクションでございます。なるほど。犯人はこのコレクションから駒と兜を使ったのか。兜は中世イギリスの一品、駒は確かバルカン半島の民芸品かと。うん。椿さん、その棚の空いているところにはコマが置いてあったんですね。はい、お掃除をいたしました時には確かに。その隣にあるのは。ああ、これはまた懐かしいチェスのセットでございますな。このチェスのセットは大旦那様が初めてのヨーロッパ公演の時に持って帰られたもの。ご自宅にないと思っていたらここにありましたか。そうですか。駒か。え？いや、なんでもない。なんでもないですよ。そう。次は誰が殺されるのかしら。え？ゆかお嬢様。めったなことを言ってはいけません。きっとおじい様が亡霊となってみんなを天国に招いてるのよ。お嬢様。ああ、とにかく皆さんは部屋に戻ってください。今夜は自分が徹夜で監視を続けますから。コマ、コマ、コマ。どうしたの、はじめちゃん。おっさん、殺された風倉ゆりえは悪魔組曲の詩のメモを持っていたよな。それを見せてくれないか。おう、これだよ。そうか、そう
うことか。どうしたの？あとはもう一度マイケル・ヘンリーの殺された現場を調べてみれば。マイケルさんの死体ってそのままなんでしょ？県警が到着するまで手は出せんからな。あっ、やっぱり何度見ても嫌な光景だな。仏さんに悪魔の顔のシルエットがダブって見えるってのは。仕掛けはステンドグラスだって分かっていてもね。あ、やっと電気が来たか。送電線の復旧工事終わったんですね。どうしたの、はじめちゃん。悪魔の顔が消えた。そうか、部屋を真っ暗にしてステンドグラスから光が差し込むと初めて悪魔の顔が浮かび出る仕掛けになっていたのか。部屋が明るい時は見えないなんてなかなか凝った仕掛けだな。御堂周一郎ってこの書斎で曲を書いていたんでしょ。だろうな、こんな仕掛けまでこしらえて。天才作曲家のやることはよくわからん。おっさん、確かここは御堂周一郎の秘密の別荘で、全員ここに来たのは初めてだったんだよな。ああ、そうだな。となるとこの悪魔の顔の仕掛けは誰も知らなかったことになる。待てよ、確か停電になったのは風倉百合恵の悲鳴が聞こえた後だったよな。ええ、確かにそうね。そう、つまりマイケルが殺されたのは停電になる前だった。そしてマイケルを殺した時点では犯人は悪魔の顔が浮かび出る仕掛けを知らなかったことになる。そうか、俺はとんでもない思い違いをしていた。おいおい、どういうことだ思い違いって。雷と停電による闇と浮かび出た悪魔の顔は犯人すら予期していなかったことだったんだ。だとしたらマイケル・ヘンリー殺しは悪魔組曲の第一の死の見立てとは言えなくなる。じゃあなんでマイケルさんは鍵を握っていたの？それがまさにこの事件の鍵だ。マイケルが持っていた鍵の謎が解ければこの事件は解決する。俺は照明の下で改めてマイケル・ヘンリーの死体を観察した。そしてはだけたスーツの内ポケットに刺繍された彼の名前を見た。これはどうしたの？ MICHAEL LEHENRY。 なあみゆき、名字と名前の間にある LE ってなんだよ。さあ、まあいいや。それよかおっさん、マイケル・ヘンリーの持ち物はちょっとだけ調べさせてもらうよ。あんまり派手にやると県警がうるさいからな。ちょっとだけだぞ。俺、手袋。サンキュー。手帳か。といっても中身は英語ばっかで読めないか。みゆき、読んでみてくれよ。貸してみて。ダメみたい。どうしたんだよ、お前英語得意じゃん。だってこれ英語じゃないもの。英語じゃない？そうか、もしかしたら。おっさん、そっちの本棚にある辞書を貸して。これか。サンキュー。わかった。え、そうか、そういうことだったのか。謎はすべて解けた。 あの声は。どうした？今向こうから矢が飛んできて。この壁に刺さった矢がそうか。多分先生のコレクションルームにあったものですわ。第三の詩には弓矢が歌われていた。今度はアリサさんが狙われたのね。そんな、どうして私が。アリサさん、矢はどこから飛んできたんです？あっちからです。ん？これを。犯人の落とした
マネ筆かしら。イニシャルが彫ってあるようだ。 TN TN? 竹彦夏夫か。だとするとどうしたの。何かまたございましたか。これは一体。あなたね夏岡さん、あなただったのね。なんです。とぼけないで。マイケルも風倉さんもみんなあなたが殺したんでしょう。なんと。そんなの夏岡さん。そんな僕は何も知りません。何もしちゃいませんよ。じゃあこの万年筆は何なの。それはきっと誰かが。みんな静かに。犯人はすでに分かっている。マイケル・ヘンリーと風倉ユリエを殺した犯人はこの中にいるんだ。金田一はじめがついに探り当てた犯人とは果たして誰か。地位と名声に目のくらんだ夏岡武彦か、御堂周一郎の愛人だった呉有沙か、溺愛された孫娘御堂由香か、御堂家の忠実すぎる執事椿陽蔵か。ヒントは悪魔組局の3つの死と最初の被害者マイケル・ヘンリーが残した鍵に託されたメッセージだ。君も名推理で犯人を見つけてみよう。そうそう、その前に君に名推理ができるおまじないの言葉を教えてあげよう。その言葉は、そう、もちろんじっちゃんの名にかけて。まず第二の殺人からだ。風倉ユリエは悪魔組局第二の死の通りに殺された。やはり見立て殺人だ。だが犯人はこの見立てで決定的なミスを犯した。ミス？夏岡さん、あなたの持っている第二の死のメモを貸してください。ああ。ここだ。この下りだ。駒は止まりて兜落ち。え？でも風倉さんの死体のそばにはちゃんと駒も兜も置いてあった。確かにな。でもこのメモを見てくれ。あれ？そうか。字で読んでわかったが、駒というのは同じ駒でも回す方の駒じゃなくて将棋の駒の方だったのか。そう。この詩の中では駒は騎士の乗る馬を意味しているけれど、犯人は骨董品の中から回す方の駒を選んでおいた。椿さん。はい。あの部屋には犯人が小道具として使った回す方の駒の隣にチェスのセットがありましたよね。はい、確かに。もし犯人が悪魔組局の詩を字で読んで見立て殺人をしたのなら、あの部屋で選ぶべきアイテムは回す方の駒じゃない、その隣に置いてあったチェスの駒。しかも騎士を示すナイトの駒を選ばなくては見立てが成立しないんだ。それなのに犯人は回す方の駒を選んだ。つうことはつまり私たちと一緒よ。犯人は駒という意味を回す方の駒と誤解した。そう。要するに犯人は悪魔組曲の詩を音でしか理解していなかったんだ。しかも聞いたのはたった一度。それだから文章を確認することもできなかった。夏岡さん、時間通りに来たあなたは詩のメモを持っていましたね。はい、確かに。メモを渡す役だった椿さんも当然詩を読んでいる。もちろんでございます。ゆかさんも三つの詩を暗記するほどに覚えている。ええ、おじい様が亡くなる前に何度も読ませてもらいましたから。となると悪魔組曲の詩を音でしか知らないのは。そう、呉有沙、あなたが風倉ユリエを殺した犯人だ。大した推理と言っておくわ。でもそれだけのことで犯人にされちゃかなわないわね。夏岡さん、あなたもこの事実に気づいていましたね。え？あなたは風倉ユリエの殺された現場を見て犯人の犯したミスに気づいたはずだ。だがあなたはそれを言わなかった。おそらく野心家のあなたは犯人を何かに利用するつもりで
あの場で何も言わなかった。そうでしょう。それは。だが犯人であるアリサさんも、あなたに悟られたと気づいたんだ。なんだ？それじゃあさっきの殺人未遂事件は。アリサさんの狂言。その通り。アリサさん、あなたは第三の詩に読まれていた弓矢を使うことによって見立て殺人を偽装し、夏岡さんに全ての罪を着せようとした。まあ恐ろしい。でも決定的な証拠に欠けてはいなくて。確かにこれだけではあなたを犯人と断定するのは難しい。だが最初の被害者マイケル・ヘンリーが重要な手がかりを残しておいてくれたんだ。え？はじめちゃん、その手がかりってやっぱりマイケルの握っていた鍵のことか。ああ、あの鍵は見立てのために犯人が握らせたのではなかったのか。まさにそれこそ真犯人の用意した巧妙な罠なんだ。実は最初のマイケル・ヘンリー殺しは見立てとは無関係なんだよ。何ですと？ステンドグラスの影が作る悪魔の顔は、書斎が真っ暗になった時初めて浮かび上がる。あの時この屋敷に初めてやってきたばかりだったこのメンバーがそのことを知っているはずはない。つまり最初の見立て殺人はあの時点では誰にも不可能だったんだ。あたかも死体が悪魔に食われたように見えたのは、階段から突き落とされたマイケルがたまたま悪魔の顔が浮かび上がる場所で倒れたからに過ぎない。天候のことといい、偶然が重なったために全員がマイケル・ヘンリー殺しを見立て殺人と錯覚してしまったのさ。それじゃあマイケルさんが握っていた鍵は？あれはマイケルが死に際に残した真犯人を示すメッセージ、つまりダイイングメッセージだったのさ。ダイイングメッセージ。外人は英語を話すもんだという先入観のために、俺は鍵イコールキーだと考えてしまい意味を解き明かせなかったけれど、マイケルの持ち物を調べた時に気づいたんだ。マイケル・ヘンリーはフランス人だったってことにね。フランス人？その話は初耳だが。ミッシェル・アンリー。え？マイケル様の本当の名前でございます。あの方はもともとフランス人で、アメリカに留学されマイケル・ヘンリーと英語読みで名乗っていた時に大旦那様と出会われたそうです。そうだったのか。マイケルがフランス人だったとは。そこで俺はフランス語の辞書で鍵という言葉の意味を調べた。鍵、フランス語で CLEF、 発音はクレ。クレ、クレアリサ、あなたの名字と一緒だ。そんなの偶然よ。クレには他にも別の意味がある。その一つは手がかり、そして弦楽器の糸巻きの部分。そう、鍵に託されたメッセージは手がかりと弦楽器の糸巻きと真犯人の名字クレ、つまり三重の意味があったのさ。おそらくマイケルはクレという名字を初めて聞いたとき、自然に母国語であるフランス語の鍵を連想したんだ。多分そのことをあなたに話したこともあるんだろう。だからあなたはマイケルが鍵を握って死んでいたと知って、それが自分を示すメッセージだとすぐに気づいたはずだ。しかし他のみんなは度重なった偶然が織りなす奇妙な状況も手伝い、悪魔組曲第一の詩にある聖なる鍵という言葉を連想してしまった。そこでアリサさん、あなたは周囲の思い込みを利用して見立て殺人をでっち上げ、ダイイングメッセージの意味を隠し通そうと考えた。じゃあ風倉さんを第二の死に見立てて殺したのは。俺たちに連続見立て殺人を印象付けさせるためだったのさ。見立て殺人が続いて起これば、なおさら鍵は第一の死を見立てるために犯人が握らせたように思えるからね。クレアリさん、犯人はあなただ。そうよ、すべては私がやったこと。御堂先生は
全身全霊で私の音楽的才能を伸ばしてくれた。私も先生の期待に応えようと必死で頑張った。そんな私たちの思いが愛に変わるのに多くの時間はかからなかった。私は先生を、周一郎さんを愛していた。先生だって私を愛してくれたわ。先生は私にこんな約束をしてくれたの。アリサよ、いずれ君のために曲を作ってやろう。我が愛の証として。けれど幸せな日々は長くは続かなかった。破局は突然やってきたの。ある日を境に先生は急に私に冷たくなった。私がどんなに愛をささやいても今までのように答えてはくれなかった。それどころか先生は私の目を盗んで別の女を屋敷に招くようになった。私が彼女のことを尋ねても先生は何も答えない。私は彼を憎んだわ。いえ、愛しながら憎んだわ。そして彼は死んだ。私への愛の証の曲の代わりに悪魔組曲という作品を残して、私は誓った。この曲を他の誰にも私はしない。悪魔組曲は私のものなのよ。でもなぜその強い決意が殺意へと変わったんだ。それはマイケルが恐ろしいことを考えていたから。待ちなさい、マイケル。正気なの？もちろんです。私は今作曲家として行き詰まっています。もしも先生の悪魔組曲の楽譜が揃ったら、ほとぼりを冷ました上で私の作品として発表するつもりです。そんなこと許さない。絶対に許さないわ。第二の殺人、風倉ゆりえはなぜ殺したんだ。あの人は私とマイケルが言い争っていたのを見ていたんです。あなた、バイオリニストとしてどれぐらい年収があるの？どういう意味です？決まってるでしょ。あなた、当分の間私の経済援助をしなくてはならないのよ。とりあえずは今ある借金の返済が先決ね。それが済んでからいろいろと楽しませてもらうわ。私を脅すつもりなの？脅す？人聞きの悪いこと言わないでよ。なんて言ったってあなたと私はこれから一生の付き合いになるんですもの。風倉さん。やっぱり私には幸運の女神がついているのね。これなら悪魔組曲の楽譜なんか見つけなくても一生遊んで暮らせそうね。そうはいかないわ。何するの。苦しい。なんてこった。風倉ゆりえは口封じで殺されたのか。その上第三の事件を起こし夏岡さんに罪を着せようとしたなんて信じられん。ひどすぎるわ。ひどいのはあなたのおじいさまよ。アリサさん、私の心を散々持って遊んだ末に私を捨てた周一郎さんよ。黙らっしゃい。今の今まで我慢しておりましたがもう限界でございます。大旦那様、お許しください。この椿陽蔵、生まれて初めて大旦那様のお言いつけに逆らいます。椿さん。アリサ様、よくお聞き遊ばせ。大旦那様はアリサ様の愛に背いたのではございません。大旦那様は、大旦那様は病によってお耳が聞こえなくなっていたのでございます。何ですって。大旦那様にとって
あのご病気は致命的なものでした。ですが、誇り高き大旦那様は何よりも同情されることがお嫌いでございます。だから、愛するあなたにも、孫であられる床お嬢様にも、本当のことは申されなかったのです。御堂周一郎は、アリサさんの愛の言葉を無視したのではなく、その言葉自体聞くことができなかったのね。では、屋敷に出入りしていた女というのは、大旦那様が内密にお呼びした大学病院の医師でございます。ですが、大旦那様のお耳のご病気は治らなかった。アリサ様が屋敷を去った後、大旦那様は読心術を覚え、唇の動きから言葉を理解されるようになったのです。先生が聴力を失っていたと知らなかった。誰にも言うなと固く言いつけられておりましたので。御堂周一郎にとっても不幸な誤解が重なり合って、あなたの愛を失ったことは耐え難い苦しみだった。その苦しみが悪魔組曲のモチーフとなったんだろう。たとえそうだとしても、それならなぜあの人は約束を果たしてくれなかったの？私のために曲を書いてくれるという約束を。御堂周一郎は約束を果たしたよ。悪魔組曲三つの詩にはまだ仕掛けが隠されている。第一の詩の鍵、つまりクレはバイオリンの部分の名称だ。同じく第二の詩の駒もバイオリンの部分の名称にある。そして第三の詩にある弓と弦もそう。つまりこの詩全体にバイオリンを暗示する言葉が散りばめられているんだ。そしてアリサさん、あなたはバイオリニストだ。それだけじゃない。御堂周一郎はクレ・アリサ、あなたの名前自体をも詩の中に入れていたんだ。まさか。鍵が表すクレ、そして第一の詩の最初の文字のア、第二の詩の最初の文字のリ、同じく第三の詩の最初の文字のサ、すべてを並べると、クレ・アリサ。わかっただろう、アリサさん。この悪魔組曲という曲は、一見悪魔と騎士との戦いを主題としているようで、実はあなたのことを歌った、あなたのために書かれた曲だったんだ。そんな。疑うのなら心を落ち着けて三つ目の詩を読んでみるといい。御堂周一郎が詩に託したメッセージが聞こえてくるはずだ。されど最後の力にて騎士は挑まん至極の歌に、弓をは取りて弦を張り、放つ一矢が悪魔を抜く。絶叫を残して悪魔は消える。呪いの歌の呪縛は解けて、騎士は心に光を売る。聖なる鍵は斧が胸にぞありき。アリサさん、ありがとう。ユカさん。おじいさまは孤独な人だと思っていたわ。でもあなたは本当におじいさまを愛してくれていた。それにおじいさまも。少し嫉妬も感じるけれど、おじいさまは孤独ではなかったのね。ユカさん。おじいさまとあなたの愛の深さを知って、私も明日から違う自分になれるような気がする。お嬢様。アリサさん、待っているわ。罪の償いが終わるまで。ユカさん。その日が来たら一緒におじい様のお墓参りをしましょう。それまでずっと待ってます。ありがとう、ユカさん。Ha ha ha!
始めちゃあ。本部に連絡を。この写真撮ってくれ。とんだ温泉旅行になっちまったな。本当よね。どうして俺たちって行く先々で事件に巻き込まれちまうんだろう。素敵な曲だわ。悪魔組曲の3番目の曲だ。え？例の楽譜が見つかったんだ。あのピアノはユカさんが弾いてる。署に連行される前にどうしてもクレア・アリサに聴かせたいとユカさんが捜査陣に頼んだそうだ。そっか。楽譜ってどこに隠してあったんです？ああ、バイオリンケースの中だ。そのバイオリンってのはクレア・アリサが御堂周一郎の元を去っていった時に置いていったものだそうだ。大切に取っておいたのね、思い出のバイオリンを。きっと御堂周一郎は最初からアリサに自分の権利を譲る気だったんだよ。綺麗な曲だな。悪魔組曲第3の曲は救いにあふれた愛の調べだったのね。